はい、皆さんこんにちは、ジェイマンメイクアップ研究会のライブ配信をこれからさせていただきます。トコさん、そしたらまずちょっと自己紹介をちょっとね、はい、軽くお願いします。はい、はい、私は原宿にありますビファイン研究所というところで、ビューティーディレクターとしていろいろ美容のお仕事をさせていただいてます山口トコと申します。今日はですね、お天気がとても良くて、原宿もですね、まあだいぶ人が出てくるようにはなったんですけれども、やはり日中は割とそんなに人数もすごいたくさんではなく、今私がいるのがですね、ちょうど、ここが6階になるんですけれども、下のうるささは全く聞こえず、静かな感じです。ちなみにですね、今の原宿をお見せしましょう。せっかくだからね、ちょっと待ってくださいね。窓側に移動してこんなこともできますね、リアルに。あー、眩しい、あったかいです。今の原宿は見えるかな、こんな感じ、これぐらいの人数です。まあ少ないけれども、一時よりは随分人が多くなったかなっていう感じのところでございます。今日はですね、ビファイン研究所のラボからお届けしてますのでスタッフがいろいろ仕事してたり来たり遊びに来たりすると思いますけれどもこんな風景もなかなか見てもらえないので、いろいろ、ね、はい、見ていただこうと思ってます。トコさん、そしたら普段今そうやってそういうところで、仕事されてるんだけど、はい、今トコさん自身がされてるそのメイクの、に関して、トコさんのそのメイクのなんて言うんでしょうね、こだわりという、どんなメイクをおすすめしてるんですか、今。はい、ですね、私まあ基本的にナチュラルメイクすごく得意なんですけれども、まず透明感っていうのが大きなテーマなんですね。なので透明感のあるメイキャップをご提供したいっていうのもあるんですが、私がメイクをさせていただいたとしても、まるでその方が自分でメイクをしたかのようなナチュラルな感じ、なんか私がやりました、人の手が入りましたっていう感じが残らないようにメイクをしていくっていうように仕上げていきたいと、そしてそれにお目指してやっているっていうところがありますね。なるほど、いいですね、それ、透明感があって自分でしたかのようにう、でもちょっと普段よりか違うというね、そうなんですよ。なるほど、で、またうち私も含めてですね、印象分析がすごく得意なので、はい、その方の印象分析をきちんと丁寧に見て、そしてこれからなりたい方向につなげてメイキャップをしていくっていう形なので、今だいぶ少なくしているんですけれども、今日もちょうど午前中にお客様がありましたので、こんな形で、メイキャップの色をバババババッと乗せているっていうのかな、置いているっていうのかな、こんな感じでこれから印象分析をして、そのお客様がなりたい方向性をしっかり分かった上で、この中からお似合いになりそうな色をご提案させていただくっていう形で普段やっています。うわー、いいですね。もうなんかそこのね、メイク品を見てるだけでもなんか華やかでときめきますよね。マスクメイクということで、どうしても見える部分を中心に、あとはもうこの目元あたりだけでは収まらなくなると思いますので、ヘアスタイルのバランスですとか、こう首周りのおしゃれも含めて、もうちょっと広い範囲で見ていかなければいけないかなというのが一つ、あとはマスクを取った時の、たるみ問題っていうのが絶対出てくるので、普段のケアとしてはやはりスキンケアの大切さ、例えばマッサージでここのほうれい線をいかにまあちょっとこうナチュラルにしていくかとか、ちょっとどうしても下がってしまったこうマスクの下でうーんってなってしまった口角をちょっとピッと上げるようなマッサージテクニックとか、そういうこともすごく大切になってくると思いますね。そうですよね、本当にマスクしてると自分が意識してこうにっこり笑ってるけど、それが見えないから、どうしてもこうね、目で笑うってもなかなか難しいんだけどね。そうなんですよ、一生懸命、ね、こうやって眉毛上げたりしてるんですけどわかります、わかります。やっぱりね、一番笑ってる感じがわかるのが、この口のこれと頬の盛りっていう ね、そうですね、盛り上がりなので、これが全部隠れちゃうと、なんかただ眉毛を上げてる人みたいな。わかります、わかります。
僕なんかもメイクのこのアドバイスっていうかメイクをレッスンするときに、やっぱり口角、ここの、リップラインでこの口角をこう、締めるように書くじゃないですか。で、この口角はリップラインでこう書くんですよっていつもおっしゃって、笑いを取ってたんですけど、やっぱり笑えませんでしたね。あれって今、ちょっと脳の中で。口角は口角です。もう何回も同じこと言うんですけど、まあ、それでもやっぱりそういうふうにして本当に意識してもらいたいからね、この口角っていうのはね、 そうですね、それぐらい、笑ってほしいと思うんですけどね、この筋肉がねちょっと落ち気味ですよね、落ち気味ですね、こうですね、はい、そう ね、寝る前にねいつもねにっこり笑って、ね、口角をくってあげてね、やっぱ寝るっていうのをいいって聞いてね、ずっとやってるんですよ、寝る前。素晴らしい、すごいすごい、すごい。目を閉じてもにっこり笑って、それを誰かが見てたら、多分おかしい夢見てるなって思われる。おかしくて幸せそうって思います。幸せそうね、はい。でも普段のんびりはしてるんですが、おそらく普通の人とちょっと違うかなっていうのは、スキンケアの使う量はちょっと違うかもしれないです。普通の方よりも。それはちょっと聞きたいところですね。ね、どんどん言ってください。ね、はい、はい、私、まあ、ビファインのスタッフと出張とか旅行とか行くときはいつもの感じで、もうスキンケア、例えば私はスキンケア美容液持っていくから、一緒のお部屋の誰々さんは化粧水持ってきてみたいな感じで、それぞれ持っていくんですけど、はいはいはい、ね、みんなで同じぐらいの量を使ってるので、それが普通だなと思ってたんですけど、私自分の同級生、まあ、普通のOL さんとか普通の主婦の方と旅行なんか行った時に使う量ですごくびっくりするんですよね。私はその同級生の女の子を見て、それしか使わないのって私は言うし、そのお友達は私の使う量、美容液とか化粧水とか乳液とかの量を見て、そんなに使うのっていう、もうそこですごく使う量のギャップが出るので、まあ、もちろん商品を選ぶっていうことも大切ですが、それより今日夜すぐできることっていうのは、スキンケアはちょっと多めに使っていただいてちょうどいいはずなので、今見ている方がいらっしゃったら、ちょっと多めに、例えば化粧水1回つけているのであれば2回とか3回つけてみるとか、乳液や美容液ももうワンプッシュ多くしてみるとか、ちょっとスキンケアの量を多くしていただいたらいいと思います。そうですね、いや、だいたい多分あれで違いますか、1ヶ月に1本ぐらいとこさん使われてるんじゃないかなと思ったりするぐらいですよね。多分僕もどっかでその伺ったら、多分その、そういうセミナーでもあったと思うんですけど、40代の方だったら最低4回はその中に入れ込むぐらいの意識、4回以上っていうのかな、20代だったら2回ぐらいでいいけどみたいな、じゃあ80歳の方だったら8回せなんか、それだけで次回せな時間っていうね、結構8回大変、それは大変ですよねっていう話しててね、イメージとしてはそういう、それぐらいちょっと肌の表面に乗っている水分ってどうしても蒸発していってしまうので、一番初めつけた時にはちょっとしめしめびしょびしょかもしれないですけれども、はいはい、かなりしっとりさせておいていいので、なんかちょっとこの、まだ乾燥する時期も続くのでね、ちょっと多めにつけていただいたらいいんじゃないかなと思います。そうですね、ありがとうございます。特にそうしたらこのマスクのところなんかが、ケアをきちっとしていかないとダメですね。そうなんですよね。またこのあたりってこのマスクに水分油分持ってかれちゃうっていうことももちろんあるんですけれども、意外と蒸れで毛穴が開いてしまうっていう問題点もあったりしますので、かえってこのあたりはしっかりクレンジングをしてホットタオルでケアをしてあげる。で、ホットタオルの良いところは、毛穴開いてて汚れがこう出そうなところはそれはそれでしっかり汚れも取ってくれて、油分も出にくくするっていうのがホットタオルの力ではあるんですね。で、反対に乾燥しやすい部分は代謝を良くしていくっていうことが考えられるので、ホットタオルまず顔の上に置いていただければ、乾燥するところはしっとり、でもなんかこう油が出やすかったり、なんか蒸れちゃって黒い点々点が気になっているところはそれはそれでケアをしてくれるので、まず1枚タオルを乗せればどこの部分も憧れのノーマル肌に近づくと。いいですね。なるほどね、ホットタオルはそんな効果があるっていうことはやっぱりすごいんですね。そうなんですよ、これやらないとダメですね。
やった方がいいと思います。あのめんどくさいんですけど、お金がかからない美容法でもあるし、美肌に近づくにはね、一番ホットタオルいいと思うんですよね。わかりました、ありがとうございます。早速ね、ご覧の皆さん、女性の方も男性の方もね、特に男性の方もね、今ねすごく美意識高くなってきてますからね。そうなんですよ、本当にあの透明感のある肌っていうのはやっぱり営業マンにとってみてもとても大切ですからね、印象はね。そうですそうですちょっとだけね、あの説明をさせていただくと、まあ、ジャパンメイクアップアーティストネットワークというね、メーカーの垣根を越えたメイクアップアーティストの集団、まあ、メイクアップアーティストだけではないと思いますけどね、美容家の方とか、はい、エッセイ社の方、理容師さん、美容師さん、ね、たくさんの方いらっしゃいますけども、まあ、その会の中で、5月9日はメイクの日ですということで、まあ、ジェイマンでは頑張るすべての人を、美容の力で応援すべく、メイクの非普及キャンペーンを行っていますと、今下にずっと流れてます、はいはい、これを僕読みながら、はい、今年はメイクの非フォトコンテスト、パワーオブメイクアップを開催しますと、はい、これふるってご応募ください。そしてまた、はい、このキャンペーンにですね、ご協賛をしていただける企業様とか個人様、サロンのお店の方からね、皆さんにお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、今年もね、メイクアップ の、 あのフォトコンテストを、はい、実行しようというふうに考えているの で、ね、これはどなたでも参加できるので、例えばあのお母さんが子供さんにメイクをちょっとして乗せるっていうのもいいですし、あのクリエイティブなものだけでもだけじゃなくて、なんかちょっと笑っちゃう可愛らしいものとかでもいいと思うんですね。あのいろんなものがあっていいので、あのちょっと身近な方をモデルにするもよし、自分でメイクをするもよし、あのいろんな形での作品をお待ちしておりますので、ぜひぜひ ご参加ください。お待ちしてます、楽しみに待ってますので、はい、ですよね。前回がですね、すごく盛り上がって、これ今あの今配信してるのこれはあの、はい、Facebook のページなんですけども、ジェイマンでこのインスタライブね、インスタグラムの方、これをちょっと今シェアしておきますね。こんな感じで、これがですね、ジェイマンの、インスタグラムでございまして、そうですね、ちょうど昨年のやつですね、はい、で、まあ、いろんなそうこういう作品が紹介されたり、どちらかっていうとこちらの方はこういう写真がすごくやっぱりね、クリエイティブなものが多いし、すごく見てるだけで刺激になると思いますんで、はい、でこちらですね、はい、そうそう、去年のね、去年ね、はい、ジェイマン大賞含めた賞をあの4人の方が受賞しましたので、その作品も出ていますのでね、またこれずっと見ることできますから、インスタグラムやってらっしゃる方はぜひぜひこの作品、去年の作品もご覧になってみてください。また新たな作品 ね、また全然違う方向性からの作品も楽しみにしていますので、はい、そう考えたらこれずっとね、すごい量でしたもんね、これ。そうなんですよ。なので本当に ね、選ぶの大変でしたよね。もう、そう、選ぶのが大変。話がなかなかね、こう決められなくってね。そう。で、まあね、あのこれはもうあの一般の投票っていうのももちろんあるんだけど、審査としてね、一般投票もあるんだけど、こう審査員がどれにしようかというところですごくね、あの本当に全てがいいので、はい、悩みましたね。まあ、そんなことで、この第2回目の、フォトコンテストね、こちらの方に、まあ、ご自宅でいてるときに自分の顔を使ってもいいし、まあ、お友達とかでもね、はい、まあ、1対1ぐらいだったらいいと思うので、ぜひ作品作りに、まあ、メイクをするだけですごく元気になりますしね、いい思い出にもなりますからね、ぜひやってもらいたいと思います、はい、なぜメイクはここまで女性の人生が変わっていくっていうぐらいの力があるかっていうとね、やっぱりすごく僕らは分かってるんですけど、一般の方は、いやもうこの年やから所詮そんなもんメイクなんかして恥ずかしいよっていう人もやっぱり多いわけですよ、地方なんかにね。まあ、そういう方に向けてね、何かちょっとヒントになることをメッセージいただけたらね、ありがたいです。そうですね、あのなんかちょっといつもと違うことをしてみると気分も変わるっていうのもあります。なのでお化粧を変えることによって人生の考え方が変わるっていうふうにも考えられてるんじゃないかって私は思ってるんですね、で実際に確実に変わっていきますし、変わってきている、あの変わったというお客様たくさん見させていただいています。私もこのビファイン研究所に入社してからもう何年だ、4 20 20
7年ぐらいになるんですね。でそうすると例えば当時30代だった方が今50代になっていたり、でむしろ今あの70代でももうメイクも完璧にできるお客様もいっぱい見てきたりしているんですね。それを考えるといつのいつのきっかけ、いつの年代がきっかけになってもそこから美しくなっていくことでその先の方向性が変わってくるってやっぱり思っているんですね。で今日もちょうど午前中にあの婚活の、ね、サロンをこれから開いていくという方とお話しさせていただいたんですが、まあ、きっかけは婚活のために美しくなるっていうところがワードだとしてもやはりその先の人生も変わっていく可能性がある。なので、まあ、きっかけ婚活かもしれないけれどもやはり私たちはその先ずっと先があるので何かきっかけがそのちょっと美しくなろうかな、まあ、それが自信になることもあればもしくは自分のやりたい内面を顔に表してより進みやすくなる、話が進みやすくなるっていうことも考えられるので何か転換期におそらく自分変わりたいって思うと思うのでその転換期がスムーズにいくような、まあ、サポートしているなんか美容関連の人としてやっていきたいなと思っているので、ね、皆さんもちょっと変わってみたいな、美容やってみたいなっていうのは何か変わりたい時だと思うので思い切ってやってみてください。あのお化粧は落とせるから、うん、どんどん変えられるので一つのお化粧にこだわる必要なんて全然もうむしろなくて今は低価格でも本当にいろんな化粧品も出てるので、うん、もうチャレンジしようと思ったらいくらでもできると思うんです。むしろタンスの肥やしになっているの色物そういうのも全然使えると思うので使いようだと思います、うんうん、そうですよね。あの子供の好奇心の旺盛なあの遊び心っていうのが大人になっていくともう私はこれ似合わないとかってどんどん自分で壁を作っていく人が非常に多いですよね。そうなんですよ。全然そんなことなくって、うん、もういかようにでもあの変化させることができますから、お洋服皆さん着替えるので毎日もうそれと同じ感覚でお顔もちょっと変えていただくっていうことを一つ覚えてしまえば、初め覚えるまでちょっとめんどくさいですよ、でも覚えてしまえばその後ずっと一生の宝で何年も使えるものになりますので、ちょっと頑張って練習をしてみるということをお勧めします。ありがとうございます。もうあのやっぱりあのトコさんが言ったね、僕毎日メイクしてるわけではないのでね、あのそんな言ってもヒデさんメイクしてないやんっていうか、いや僕何言って毎日あのここを白髪止めしたり毎日眉を描いたりはぐらいはしますよって言ってね、スキンケアもやってますし洗顔もしてるしみたいなね、まあ、してますもんね。洗顔ってメイクね、男性の方から言うと本当にあの洗顔、夜の洗顔もそうで朝の洗顔とかね、ピーリングとかいろんなこと僕も一応やってるんですけど、それも一つのメイクアップですかね。うんうん、はい、ね、そうなんですよ。男性なんかね、うん、まさにお化粧でごまかしたりっていうことができないので、お肌のお手入れがどれだけ大切かっていうのは、うん、本当にあのきっと池端さんも感じていただいてるんじゃないかしら。ね、でお肌ね、そうそう大切ですよね。やっぱり大きいものね、面積が。うんうんうん、そうですね。うん、あのまあそうです。で僕も顔大きいからちょうどね、あの顔も大きいから僕はもう自分で自覚してるんだけど、この顔をいかにそのちっちゃく見せるかっていうのをヘアのセットの仕方とか、今日ちょっとたまたまね、あの、うん、トコさんやからちょっとヘアのセット変えたんですよ。ちょっとこう、うんうん、落ち着いた感じに。そう。でしょ？流れがあって、メガネの黒縁がキュッと引き締まってて、そう、いいと思います。そういうところをちゃんと褒めていただけるのが気持ちいいわ。もうお互い褒めまくってテンション上げていきましょうみたいな、ね、感じで、これがすごく大事で、あの、うん、一般の方々にもお願いしたいのは、お願いするのもおかしいけど、いかにメイクが変わったかっていうことをやっぱお友達同士でもちゃんとチェックしてあげて、褒めるとこは褒めるとかね、はいはい、これ男性が女性奥さんを褒めるのもそうやと思うんだけど、うん、そういうちょっとしたことを見逃さないっていうのはすごく大事だと思うんですね、うん、僕ね、そうですね、うん、そうなんですよね、トコさんさすがですね、見逃さずに分かってくれましたね。いつもちゃんとチェックしてますよ。ありがとうございます、本当にね。はい、あのじゃあ今の理事同士で褒め合ってるというね、今日は画角になっておりますけど、あのコメントをいただきましてありがとうございます。陽子さんから、東高先生かわいいわ、たるみ問題、うん、そうたるみ問題はたっぷりのスキンケアとホットタオル、そうです、その通りです。あとは
もう一つ言うなれば頭皮マッサージかな、うんうん、ね、やっぱりここをほらよくねこうピッと上げればクッとお顔上がるように、すぐになんかこれからオンライン会議だとか、うんうん、急にオンライン会議入ったぞとか、あとはなかなかお外出ることないから写真撮んないけど、あでも自分でセルフでお写真撮ったりする時もあるかもしれないので、うん、そしたらその瞬間にここをクーッとマッサージガーガーってガーってやったりとか、あとそれちょっと恥ずかしかったら、あの耳をガーってマッサージすると、耳って顔の表情筋とくっついてるので、ちょっと瞬間的にこうフェイスラインが上がったりしますから、ここの何この辺とか耳をちょっとピーってしていただくと、ちょっとここがピッと上がったりするので、そんな細かいテクニックを使っていただいたってもいいと思います。いいですね、それトコさん、だいぶあの役者ぶりってしてきましたね最近。これね、やりすぎるとね、ここ赤くなっちゃうからバレちゃうんですね。あ、やりましたねこれ上に引っ張るね、これね、上のね、上後ろっていうの、上後ろのピッ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 って20回ぐらいでも、そう、意外とね、これやった後ブワーってあったかくなるので、あったかくなってきた、そうなんです、本当に血流も良くなりますから、あのリフトアップとともにこう頭部全体の血流が上がるということは、体全体の血流に絶対影響があると思いますから、うん、なんかちょっと疲れた時とか、やはりデスクワーク今ね、あのお家で在宅で続いちゃったりっていうこともあると思うので、その時には耳カーッとちょっとマッサージ、うんうんこれ皆さんいいこと聞いたって、本当にいいこと聞いた、これね、うんうん、本当パソコンの前にいてる人多いから最近ね、うん、何かこうちょっとしたことでこれ覚えてできたらね、はい、これ効果すごいわこれ、うん、結構熱いで、私も僕初めてやりました、熱くなってきた背中からこう、うん、熱くなってきた、これ分かる分かる、ね、ぜひこれ、そしたらフェイスライン曲がっていいですね、いいですよ、やってみてください、はい、あとなんだろうね、うん、こういうマスクで困るのは、あ、そうそうそう、きっとマスクでここの耳の後ろをマスクでこう引っ張られるので疲れてると思うんですよね、うん、耳だって、なのでこういう耳の後ろの部分なんかもマッサージをしてあげると、耳も引っ張られているのでそれがほぐれますし、これはさっきの耳引っ張りと同じように顔のこう表情筋と近いところもあるので、リフトアップにもやっぱりつながると思うのでね、耳の後ろ側も例えばお風呂に使ってる間にちょっとマッサージをしてあげてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。もう真っ赤になりすぎないようにここ気をつけてください、皆さん耳がここ血色良くなって、まあ僕らあの耳たぶにもチーク乗せたりするじゃないですか、あ、そうですね、はい、ここ下にね、まあ、これ血色良くなったらやっぱりなんかこう幸せの健康的なこう幸せのオーラをこう出してるような女性に見えますよね。ここちょっとあんまり明るすぎたらちょっと酔っ払ってるかと思います。でも本当にちょっとこうやっぱ血色で大事ですよね。大事、うん、すごく大事ですね、うん。頬の赤みもそうだし、ただマスクで隠れちゃうから、ね、耳はいいかもしれないです。耳がこう。ね、赤くなるっていうのは、そうですよね、僕らも男性目線だから、もう本当に女性の方が、気づいていないこと、男性がこんなこと気づいてる、こんなふうなことを思ってるということを結構お話しすると、あら、そうなのみたいな感じが結構多いんですよね、うん、ありますよね、やっぱりこう男性がメイクしてくださる方が女性らしく女っぽく仕上がるんですよね、うん、なんかうまく引き出してくれるなっていうふうにね思うんですよ。いやいや本当にありがとうございます、うん、もうね、でもと瞳子さんがやれるそのメイクのこの方向性がちょっと共感するところがすごくあって、うんうんうん、はい、あの僕らプロだから、それはいくらでもこう重ねればなんかすごい大変身はして差し上げられるけど、普段自分もそれができるようになった方がいいじゃないですか。ちょっと今日よりか明日の方がちょっとメイクが上手になるぐらいのね、その振り幅で十分その雰囲気が出たらいいかなと思ってたりするわけですよね。うん、そうですね、すごく変わるんじゃなくてね、ちょっとが積み重なってって、そうなんです、あら1年ぶりに会うとあらとかね、そう、それがいいんですよ、なんか、だからもう本当にそうで僕ね、いつも思うんです、可愛らしいね、あの女性、あの
こう素敵な女性って、まあ僕個人的な問題ですよ。東郷さんのようなこと、方を、まあ僕は例に言うんですけど、すごくね、メイクが上手すぎて、トゲしくなるようなメイクってなってそうんですね、うん。僕は逆にですね、ちょっとメイク下手なのよって言って、謙虚でありながら、でも、頑張ってるところにこう血色が出てるとか、ちょっとツヤ感を出すの、さりげなく頑張ってるのよっていうのを、さらっと、口にせずにしている姿の女性って、すごくね、なんかね、魅惑的になっていくんですよね。話したくなるっていう、わかります、うんうんそう、もっとなんかいろいろ聞いちゃおうかななんて興味が出ますよね。そうなんです。なんかそこら辺で止めとこうがいいよね、もうね。メイクって全て自分が知ってるからって言って、重ねてパーフェクトを求めてる人は非常にやっぱり最近こう力んでる人多いんですけどね、女性の中の。そうですね。頑張らなあかんっていうことでね、ちょっと壁に感じちゃうっていう部分はあるかもしれないですよね。そうですね。そう思ったら僕はトコさんのそのちょっとこう緩くでも頑張って、ちょっと頑張ってるようだね。そうそう、ちょっとね、ちょっと本当頑張ればいいんですよね。口で言うのも なんか簡単そうですけどね、皆さん聞いてる人です、ね、じゃあどこ頑張るのっていう話で、そうなんです。もうとりあえず今日の夜からスキンケアはちょっと昨日の倍今日つける、っていうのを一つまずみんなできるでしょう、はい、スキンケアをいつもの2倍するっていうことね。そうで、ね、ホットタオルでちょっとするってことね。ホットタオル、ね、そうホットタオルで耳引っ張る、はい、血色上げるね。耳引っ張る、でこれ頭皮曲がるからね。そう、それだったらできるものね、皆さん聞いてたら。耳引っ張ると頭皮が上がるっていう、また違う、頭皮マッサージが頭皮にいいんやね、そうそう、いいの。ここはフェイスラインが上がるやん。そうそうそう、なので頭皮マッサージを毎日、まあ、例えばシャンプーするときとかトリートメントするときに頭皮マッサージをすれば、毎日ちょっとずつ積み重ねでできると思うんですけれども、なかなかね、頭皮マッサージ毎日するのはちょっと大変だと思いますので、そんな時には耳引っ張るとか、あとはブラッシングをね、毎日シャンプー前、お風呂に入る前にブラッシングしていただいたり、ブラッシングをきちんとしていただくと頭皮マッサージの代わりにもなりますので、あら、池端さんが今、そう、これ僕付箋いっぱい貼ってますけど、これね、はい、メイクアーティストの東郷さんが言ってるのが、髪が9割って言ってるぐらいだから、本当に38歳からはなりたい髪っていうね、髪が 9割って書いてるな、9割、これの中身を実践したら相当若返るっていうのが分かりますね、今言われたように、そうですね。やはりね、メイクだけ直してもやっぱり髪の毛整えなきゃうまくバランスがいかないし、反対に髪の毛綺麗になってもやっぱりお顔が今度気になってくるので、もうここはもう一つの、バランスで見ていかなきゃいけないですから、お顔とヘアスタイルの調整っていうのはすごく大切だと思いま す, ですね、はい、うんうん、とホットタオル毎晩していただいてるということで嬉しいですね。今の時期に暖かいから気持ちいいんですよね、ホットタオルね。ホットタオルしていただいて、例えばホットタオルして置いてる間に耳引っ張るっていうのでもいいかもしれないです。うん、そしたらその時間蒸しつつの引っ張る、そうすると余計こう顔と頭皮の全体の血流が良くなるので、うん、そんな風にしていただいたり、頭皮マッサージめんどくさかったらブラッシングしてください。はい、ということでね、ありがとうございます。本当にね、たくさんのねコメントもいただきまして、なんとあっという間にも本当に時間が来て、このまま言ってたらずっと喋って永遠とできそうできそうですね。まあね、今回がこれ最後じゃないんで、とりあえずちょっと持ち回りでね、理事の皆さんと一緒にこういうような情報交換をしながらしつつ、一般の方にもちょっとお届けできたらなということで、まあ今日は東郷さんのちょっと自己紹介がてらのね配信になりましたけども、今日は僕の個人のね方、個人のタイムラインのね、友達の方とかね、日本女性のその女性の方々のにも流れてるので、これから配信するときは、このジェイマンのメイクアップ研究会というところのね、配信の、ちょっと僕も担当でいろいろとさせてもらってるので、ぜひね、この研究会のところね、いいね入れといてもらったら、配信のね、情報が流れていきますんで、ぜひね、皆さん見に来ておいてください。それから、インスタライブの方もね、やってますから、
はい、さっきのジェイマンのインスタとね、あの本当にこのジェイマン何度も言うようですけど、あのすごくいい23年の歴史があるんですね。もう、うん、本当にメイクを通じてその社会貢献をしているというね、協会でございますので、ぜひ皆さんチェックしておいてください。よろしくお願いします。トコさんの頭のこの上にジェイマンの QR コードも貼ってますんで、はい、こちらの方もね、ぜひぜひまた見ておいてくださいね。うん、はい。そしてあのジェイマンの方で私がまた担当する講座があって、3月6日の土曜日にオンラインでまた新しいビューティーのことをお話しようかなと思っていますので、またね、何か興味がある、なんかどういうお洋服とかもあの流行りなのかといっても、なかなかね、もうあのお洋服買いに行くっていうことがそんなになくなっちゃったかもしれませんが、お家の中にあるものをうまくね、アイテムを使いながら、あとメイキャップでもお家で眠っているものなんかも活用できるかもしれないので、なんかちょっと新しい情報欲しいななんていう方は、3月6日、土曜日になります。13時半からあのジェイマンの講座があります。反対かな、こっちかありますので、よかったらまたジェイマンのホームページでご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これすごく楽しみだし、で これも講座、この講座もね、あの、うん、年に2回のその講座が、はい、ね、秋冬と春夏といつもやっているので、だいたい毎年3月に1回と9月に1回やってるんですよね。で、まあ、あの美容に興味ある人だったらどなたでもいいですし、あとは実際にお仕事をしている方であれば、まあ、どういうメイキャップの方法があるかっていうメイキャップパターンもね、見ていただけるので、またまだね、ちょっとコロナの状況が続いているので、なんか自分でも使えるテクニックも入れながらデモンストレーションをやりたいなと、今ちょっとね、構成練ってますので、まだない、あの細かいことは決めてないです。どうしようかな、あれやろうかな、これやろうかな。最近の耳のやつなんかはお客様にもお話できるし、自分でもできるし、なんかそういう方向でやっていきたいなと思ってるんですよね、うん、いいですね、はい、うん、もう本当にあのコロナでもね、あのこうやってオンラインでできるような時代が逆に進んでるのでね、やっぱメイクも、うん、あの遠隔で一緒にやっていけるようにね、そうそう、あのそういうね、サービスをどんどんね、あのトコさんもやっていただけると思いますね。はい、うん、はい、楽しみにしてますんで、はい、もう僕が東京に行くことがなくなってしまう可能性がありますね、こんな風にして遠隔で ね、 ね、でも遠隔いいじゃないですか、この遠隔ライブを使ってJマン講座とかもできるかもしれないし、ね、できますもん ね、 ね、はい、ね、まあ、そんな風にね、本当にやっていかないとね、そして ね、 そうですね、うん、はい、またお力添えいただいて、こちらこそよろしくお願いします。こちらこそです、ありがとうございます。今日はまたライブということで、まあ、ちょっとずつですね、あのライブにも慣れつつありますが、今日はちょっと入る前にドタバタ劇がありまして、あのドキドキしながらさせていただきましたけれども、まあ、またこういう形でジェイマンからもですね、ちょっとプチ情報をお伝えしたり、何か面白いことを考えていきたいので、かえって皆さんからご要望やこういうことやってほしいというあのご意見もどんどんどしどしあのお待ちしておりますので、その、 あのいただいたものに対して答えられるようにしていきたいと思っておりますので、ぜひ何かとご意見ください。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、山口トコさんでございました。皆さんありがとうございました。もう本当にね、お忙しい時この、ね、40何分を見ていただきました、ありがとうございました。またお会いしましょうね。お会いしましょう、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。